で、こちらはポテトなんですね。これに玉ねぎ入れるの？玉ねぎが入るそうです。炒める。炒めた玉ねぎが入るそうです。これを炒めてポテトに入ると。で、ポテト麺の中の具ができるそうです。で、これをナンに包んで焼きます。結構お腹にもたまりますから、お腹空いてるときはいいと思います。よかったら食べてください。カレーにも合います。どうぞ。